皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、もう夏間近ということなんですけれども、この季節の変わり目に衣替えだったりとかお洋服の整理とかはね、する人も多いんじゃないかなと思います。で、私もちょっと今回夏が来る前に断捨離衣替えしていこうかなと思います。結構ね、毎回動画にしてると思うんですけれども、本格的にやり始めないとと思っていたところなので、せっかくだったら今回も動画にしようかなと思って撮っております。いつもね、着ない服を探そうとして失敗というよりはお別れに踏み切れないものが出てきてしまうんですよね。だから今回は思考をちょっと変えてみようかなと思ってて、着ない服を探すんじゃなくて好きな服を探していこうかなっていう、これだけはちょっとどうしても手放せないなみたいなものを探していくような感じでやってみようかなって思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、では早速やっていきたいと思います。今回も実家に送るものと、実家に送っても着ないかなって思うようなやつはリサイクルに回そうと思うので、まあ、そんな感じで分けていこうかなって思います。ではまずこっちの扉からいきたいと思います。好きで着るようなやつを置いていこうと思うので、ここら辺は好きで着るのでこれは残しておいて、あー痛い、肘ぶった、これはね、ちょっとどっちか断捨離しようかなって思います。着てみようか。こっちはね、肩パッドとかも入っててパンツもあるんですよ、セットで。これは肩パッドとかは入ってないんだけど、色もすごい素敵なんですよね。まあ、でもこっちを実家に送りたいと思います。ありがとう、だいぶ来たかなという感じなので実家に送ります。ありがとう。ということで、ここでは結構整理できたかなと思います。こんだけ分ハンガーが開きました。バイバイ。よし、ここは一旦 OK。 じゃあ続いてこっち側行きたいと思います。ショーパン類だったりとか置いてあるゾーンかな、スカートとか。これはちょっとあんまり履けてないパンツなのでお別れしたいと思います。ありがとう。あ、これは好き、これも好き、これも好き。あ、これは私あんまり履いてないな、お別れします。ありがとう。これもね、ずっと持ってるんですけど履く予定がないのでおさらばします。ありがとう。可愛いなと思って買ったんですけど、履かずに終わっちゃいそうな気がするのでおさらばします。ありがとう。ここだいぶ整理できた、嬉しい。はい、では続いてこちら側に行きたいと思います。こっち側ね、本当にやばいんですよね。ここら辺に撮影で使った服とかを置きっぱなしにしちゃったりとかしていてやばいんです。頑張って整理していきます。このタイパンツなんですけど、部屋着にめっちゃ楽でめちゃくちゃ履いてる1枚100円ぐらいだったかな。結構穴とかも開いてきちゃってるんだけどでも楽だから履いちゃう。このデニムも好きですね。タンクトップマジで大好きすぎてめっちゃ買っちゃうんですよ。増えてく増えてくって感じで、これはね多分ない気がするのでサラダします。ありがとう。問題はアウターなんですよ。あ、でもこれは多分もう着ないかな。お別れします。ありがとう。これも最近というか今回の冬着てないので送り届けます。ありがとう。これは着なかったのでさらばします。ありがとう。アウター類でかいけど結構整理できました。オッケーオッケー。よし、じゃあこっちの部屋は一旦終わりかな。はい、ということでこちらの部屋にやってきました。一旦お洋服の整理を休憩したいなと思って、でね、今日私もう一個やりたいことがあって、ベッドのシーツとかを洗濯したいなと思ってコインランドリーにね持っていこうと思うので剥がしていきたいと思います。私最近睡眠に結構力入れてるって前も話したと思うんですけど、コアラマットレスさんってみんな知ってますか？オーストラリアのブランドさんで、オーストラリアでは 95% の方はもうコアラマットレスを知ってるっていうぐらいマジでめちゃくちゃ人気なブランドさんなんですけど、コアラマットレスさんにニューコアラマットレスっていうのをいただいたんですよ最近。で、今これ敷いてあるマットレスはニューコアラマットレスなんですけど、最近ちょっと雨が続いてて冬ももう近くなってきたと思うんですけど、この時期ってマジで夜なんかもうジメジメしすぎて、私めっちゃ暑がりだからすっごい寝つきが悪くなってたんですね。で、なんかちょうどマットレスとかも衣替えの時期なのかなみたいな、ちょっとこう気分転換に変えたいなっていうのもずっと思ってたんですけど、そのタイミングでちょうどコアラマットレスさんにお声掛けいただいて最近使ってるんですけど、めっちゃ気に入ってて、このニューコアラマットレスがね、なんか硬さが選べるんですよね。足元のところにチャックがついてて、
両ピーって一面剥がして、この上の部分だけをひっくり返すと硬さが変わるんですよ、このマットレス自体の。今私これ固めにしてあるんですけど、固めと普通があって、なんかこう気分で変えれたりとかするから。でしかもこれチャックバーって開けてひっくり返すだけで、私一人でも全然できちゃうぐらいだから、これからやっぱりその夏とかだと温度調節のために寝返りをめっちゃ打つと思うんですけど、そうなってくると硬い方が寝返りをしやすいらしくて、だから私もね今これ固めの方を上にして使ってます。でもそんな硬すぎなくってちょうどいい、ちょっと低反発ぐらいの感じなので、今日の朝もすごいスッキリ起きれたし、寝つきも結構変わりましたね。だいぶ良くなったと思う。これ見てもらうと分かると思うんですけど、結構ね分厚いんですよ。結構厚みはあるんですけど、通気性がすごい良くなってるらしくて、構造的に。だからこれから夏の時期とかもね、すごいいいっていう風に書いてあって、ちょっとまあ衣替えというつながりで最近こちらも変えたので、みんなに紹介しようと思って。やっぱ睡眠はねマジ大事、本当いろいろ変わってくるんですよ。もう私も22歳なので、まあ、人生で言うとまだ短いかもしれないけど、それでもね老化は常に日頃から進んでいるので、やっぱり睡眠とかはねマジで大事だなって思うようになりましたね。よし、じゃあこれを今からコインランドリーに持っていきたいと思います。ちょっと行ってきます。はい、ということでこっちの収納から行きたいと思います。ここはまあブラウスだったりとかワンピース類とかがある場所でございます。ちょっとかかってるものが多すぎてよく見えないので、一回ちょっと取り出して隙間を作ります。このシャツはね可愛いんだけどあんまり着ないと思うのでお別れしたいと思います。ありがとう。着るかなと思って置いといたんですけど全然着てないのでお別れしたいと思います。ありがとう。これも最近着ていないのでお別れします。ありがとう。これ懐かしい。最近あんまり着ていないのでお別れします。ありがとう。これも着ないかな。お別れします。ありがとう。白シャツ多いなやっぱり。あ、これも好き。はい、ということで元に戻したらいっぱいにはなってしまったんですけど、見てください、このハンガーの量。こんないっぱい整理できた。素晴らしい。この棚は主にニット系が入ってます。これは好き好き好き。来たは来たんですけど、これは断捨離します。ありがとう。よし、これはもう私多分着ない気がするので、これもさらばします。ありがとう。一回着たけど冬また着るかって言うと多分着ない気がするので、これも断捨離します。ありがとう。めっちゃ可愛いんですけど着ない気がするのでお別れします。ありがとう。出せない、引き出しが出せない。詰まって詰まって、これめっちゃ前からあるんですけど着なかったので断捨離しちゃいます。ありがとう。汗が止まらん。これも着ないかな。さらばします。ありがとう。これも着ないか。ありがとうございます。これは色合い可愛くて好きなので取っておきます。このニットのタンスもだいぶ減りましたね。軽くなった、なんか引き出しが。よしよし、いいぞ。よし、じゃあ次このタンスなんですけど、私このタンスがもう本命。タンクトップだったりとか T シャツとかがいっぱいあって、もうありふれちゃってて、どこに何があるか分かんない状態だから、ここはしっかりと入れたいなって思ってます。頑張る。見えますかね。もうめっちゃパンパンなんですよ。とりあえずやばいの、これが。あ、このベスト私ねすごい可愛くて気に入ってるんですよね。とても嬉しく買ったんですけど、あんまり着てないのでお別れします。ありがとう。多分着ない気がするのでおさらばします。ありがとう。これも着ないかな。おさらばします。ありがとう。真のタンクトップ着私マジでめっちゃあるんだよな。よし、こんな感じかしら。でもだいぶ空いた。とりあえずこれで OK。 T シャツゾーンに行きたいと思います。これはもういいかな。お別れします。ありがとう。これも着ないかな。お別れします。ありがとう。これはもう着ないかな。お別れします。ありがとう。これも着ないかな。ありがとう。これもお別れします。ありがとう。これもお別れします。ありがとう。結構空いた。これはお別れします。ありがとう。お別れします。ありがとう。あまり着れてないのでお別れします。ありがとう。これもお別れします。ありがとう。これはあんまり着ていないのでお別れします。ありがとう。この辺もあまり着れてないのでお別れします。ありがとう。これもお別れします。ありがとう。よし、ちょっと隙間空きましたね。はい、じゃあ続いてこちらの奥のところですね。割とお気に入りばっかりなんですけれども、これはあんまり着てないのでさらばしたいと思います。ありがとう。これもあんまり着てないかな。お別れします。
ます。ありがとう。これもあんまり着てないのでこれもお分かりします。ありがとう。本当にやばい。汗って感じです。あ、これも着ないかな。ありがとう。ずっとあるんですけどあんまり着ていないのでおさらばします。ありがとう。あ、コインランドリーのあれが終わったっぽいので取りに行ってきたいと思います。はい、ということで帰ってきました。いやマジで疲れた。ちょっと疲れた。いやあ、気持ちよすぎる。やばい、寝ちゃいそう。寝るな。どんくらいだろう、何時間やってんだ私。軽く5時間ぐらいは今やってて。いやちょっと一旦休憩していいですか。なんていうか、このマットレス変えてみようかな。上下届いてからずっと固めで寝てたので裏返してみようかな。普通もやってみようかな。こっちが今固めです。うん、いつもの感じ。なんかね、固めなんですけどなんか弾力がある硬さって言えばいいのかな。ジャンプした時とかに跳ね返ってくるような硬さのマットレスとかあると思うんですけど、そういう感じではない。なんて言うんだろう、もちもちしてるって言えばいいのか。もちもちしてて弾力のある、ほんと低反発みたいな感じ。なんかだからすごいこう自分の体を支えてくれながらっていう感じのマットレスになってます。普通に変えてみようと思います。でもほんとこれマジで裏返すだけで硬さ変わるの不思議すぎないですか。だからやっぱ冬とかちょっとこう包み込まれる感じが良かったりするから普通の方がいいのかな、やっぱ。あー今こっち普通にしてみました。固めと普通だからって言ってめっちゃ変わるっていうわけではないんですけど、でもさっきの固めよりもやっぱりよりこう沈むっていうか、なんて言うんだろう、支えられてる感じはもちろんあるんですけど、さっきよりもほんのり包まれる感じがするかも。一回寝っ転がったらもうこれ終わりのやつだ。ひゃーん、マジで寝てみてほしい一回皆さんに。本当にすごいこのマットレス、無力マジ低下してるけど最高すぎる。あと5分だけ、あと5分休憩したらまたやり始めよう。じゃあ続きをやっていきます。これも多分着ないのでさらばします。ありがとう。結構ずっとあるんですけど最近着てないのでさらばします。ありがとう。このカーデンもいつか着るだろう、いつか着るだろうと思ってずっと着てないのでさすがにお別れしたいと思います。ありがとう。ではこの下のスウェットゾーンですね、あとちょっとな。頑張れ頑張れ。これは好き、これも好き、これも好きだな、これも好き、これも好き。あ、これはもう着ないかな。結構前からずっとあるんですけどおさらばします。ありがとう。いやー困った困った。これはちょっとサイズ感が合わない感じがするのでお別れしたいと思います。ありがとう。こちらのパンツもお別れしたいと思います。ありがとう。意外と減らせれた気がします。よし、はい、ということでですね、ラストのゾーンですね、デニムでございます。デニムパンツが大好きで、ご覧の通りなんですけれども大好きなのでできるか不安ですが頑張ります。好きを見つければいいですもんね。好きを見つけるとすると、好き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 。あ、でももうこれはだいぶ履いたので手放そうかな。すごい履いてお世話になったから、お疲れ様、ありがとう。サイズ感が合わなかったので履けていなくて、あんまりお別れします。ありがとう。まあね、あんまり無理せずやっていこうと思います。心苦しいので。やっぱデニムはあまりできませんでしたが、それでも何本かは整理できたので、よくやった私。よくやったよくやった。はい、ということでこんな感じで断捨離終わりました。過去最高の量じゃないですかね。ゴミ袋が1234567891010個と段ボール2箱分でございます。いや、やば、
この中でまあちょっと着れなかったものとかもあるんですけれども、まあ、でもほぼほぼ袖を通してるものだったりとかして、思い出深いものもありますし、すごくたくさんお世話になったお洋服たちでございます。本当にありがとうございました。いる前はやっぱり好きなお洋服をね手放すっていうのはすごく辛いと思うんですけど、すごいすっきりするし、今回その私がね好きっていうものを残したんですけど、よりこう愛着が湧いたというか、よりたくさん着てあげたいな、可愛く着てあげたいなっていう風に思うことができました。よいしょ。でさっきね紹介したあのマットレスなんですけど、わっ今回はねあの梅雨も近いも来てるのかなということで、マットレスをね私はこうやって衣替えしてるんですけど、マジで本当に使ってみてほしくて、いやでも本当使ってみてほしいって言っても、マットレスってやっぱり大きなものだと思うし、私はもうベッドをずっと使っているんですけど、マットレスによって本当に寝つきももちろん変わるし、その翌日の寝起きの体の調子もマジで変わってくると思ってて、せっかく睡眠して起きた時に体が痛い時あるじゃないですか腰とか肩とかが起きた時にあれ痛いなみたいな、いやわかんない、みんなあるかわかんないけど、私はすごい最近感じてて、年なのかなやっぱり新しいものを使ってる時不安だと思うんですけど、実際使ってみてぶっちゃけ結構ね違いました。次の日の体の調子がちょっとこう宣伝っぽく聞こえてはしまうかもしれないんですけど、でも本当に違ったので、私はすごく気に入ってますこのマットレス。まあ、でもみんなねそれぞれ自分の体のあれとかもあると思うし、軽い気持ちで買えないものだと思うんですよ。まあ、さっき言ったみたいにちょっと自分にね合わなかったらどうしようって思う方もいると思うんですけど、なんとねコアダマットレスさんは120日間返金返品保証がついてるんですよ。だからまあ1回購入してみて120日間っていうのは決められてるけど、今120日間って4ヶ月ぐらい4ヶ月ないぐらいだと思うので、その期間試してみて合わないなって思ったら返金返品をしてもらえるっていう、それがやっぱすごいですよね。コアダマットレスだってネットでしか買えないので、そういうねサポートというか保証をねしてくれているんですよ。すごくないでその他にもいろいろあって、送料が無料だったりとか、沖縄はちょっとかかっちゃうらしいんですけど、でも送料無料だったりとか、あと10年保証もしてくれてて、まあそう使ってて10年ですよ私何歳になるの32、3とかの時まで保証がついてるからなので一回本当に気になってるって方は一回ぜひ試してみてほしいですね。でちょっとなんか宣伝続きになってしまうんですけど、気になってる方はマジで今がお得で、マットレス衣替えセールっていうのをしてて、全部 20% オフで買えるようになってます。これが今日動画が上がってる6月6日から6月の26日までの20日間ぐらいかなになるんですけど、だから本当に一回概要欄にもリンク貼っておくので見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じで洋服を整理して過去最高の量になりましたね。10袋と段ボール2箱分の洋服の整理ができたのと、マットレスをね衣替えして気分爽快リフレッシュっていう感じでできましたやっぱこういう時期ってブルーになりがちだから、自分で変化をつけてメリハリをつけてリフレッシュするとかっていうのもねすごく大事だなってやっぱり思いますね。あとは私は旅行に行きたいかな、そろそろずっと言ってるなこれそろそろマジで旅行に行きたいので、まあ、それもね計画できればなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。もう疲れたので私は寝ますバイバーイ。